こんにちは、参議院議員の西田昌司です。いよいよ1月18日から国会が召集される運びとなりました。今回の国会でも私は引き続き鳩山総理の偽装献金問題、そしてお母さんからもらったという巨額の脱税問題、さらに小沢幹事長の陸団会の虚偽記載、そして原資の不明な何億ものお金による不動産購入、こうした問題について徹底的に追及をしていく覚悟でございます。特に小沢さんや鳩山総理に対して捜査当局は何か及び口であるような気がしなりません。で、かつて自民党の代議士だった酒井隆憲代議士が平成15年に自らの政治資金報告書で虚偽の記載をしたという事案で、検察は逮捕請求をして、そして自民党もこれを認め逮捕がされ議員辞職をしているわけです。自民党の議員には逮捕し捜査が及ぶけれども、民主党の議員には逮捕しないどころか捜査の手も及ばない。鳩山総理にいたしましても検察から直接事情聴取がされていない。さらに小沢さんも検察の事情聴取に対してこれを忙しいからという理由で拒否をしています。こういうことがまかり通るのであるならば、まさに日本は法治国家とは言えない。法の下の平等性というものが全くなくなってしまっているということであります。今民主党がしている政策は一体何なんでしょう。選挙前にはマニフェストでガソリン代は暫定税率をなくして安くします、そして高速道路もタダにします。我々がそんなことはできっこないんじゃないかということを何度も言っていましたけれども、いや自分たちが政権を取れば無駄をなくしてできるんだと、こういうことを言い張ってきましたが、実際には予算を作成したときに財源がないからできませんということを公然と言ってのける。そしてマニフェストには一切書いてなかったけれども、民主党政権ができると外国人に地方参政権を与えるというとんでもない売国的な法案が出される、そういう懸念を我々は選挙中から訴えてきました。ところが選挙中彼らは一切こういうことには口をつぐみ、マニフェストにも載せてこなかった。ところが次の国会ではこの外国人に永住参政権を永住外国人に地方参政権を与えるという法案を出すと小沢さんは言い切っています。もしこんな法案が通れば、まさに日本人固有のこの権利主権が外国人に奪われてしまうというとんでもないことになるわけで、我々は断じて許せません。民主党政治というのは結局は言ってることとやってることが全くデタラメである、このことをしっかり国民に訴えて、私たちは政権奪還するために全力で戦ってまいります。今後ともの皆様方のご支援、心よりお願い申し上げます。ありがとうございました。